こんにちは。お昼の情報番組つなぐタイムです。今日は愛媛県にある愛媛県立津島高等学校をご紹介したいと思います。津島高校は今年創立71周年を迎えた全校生徒数92名の小規模校です。クラス編成はビジネスコースとカレッジコースに分かれており、それぞれの学力に合わせた授業が進められています。昨年の進路実現も 100% を達成し、多くの先輩方が全国各地で活躍されています。1年間の活動内容も大変充実しており、それぞれの個性を生かし、在校生はもちろん卒業生たちも大切にした学校だそうです。その一つとして、昨年大きな節目となった70周年記念行事では、20年前に埋めたタイムカプセルを掘り起こすというイベントが行われました。部活動も盛んで、全国レベルの相撲部を筆頭に、四国唯一のチアリーディング部や柔道部と文武両道を目指した高校となっています。ではここでちょうどお昼時ということなので、ちょっと覗いてみましょう。今日のランチタイム。はいはい、ランチタイム担当の津田です。今日のランチタイムは1年生のクラスにお邪魔したいと思います。こんにちは。うわー、はい、今日はこの前はしんちゃんです。しんちゃん、この学校の魅力を聞いてください。はい、現場から以上です。それではお貸しします。仲良きことは美しきことかな。本当ですね。はい、では次のコーナー、今週のキラキラボーイを探せ。ななみ、いきますよ。はい、せーの、キラキラ。今週のキラキラボーイは生徒会長のガイ君です。ガイ君、お話を聞かせてください。生徒会長のガイです。津島高校の魅力を教えてください。一人一人が主役となれる学校です。最後にガイ君、未来の自分へ一言。今の俺は頑張ってるけど、未来の俺も頑張ってる。とっても爽やかでしたね。本当ですね。ではナナミ、次のコーナーは何でしょう。続いては部活動の様子をリレー形式でつなぐ今日の部活です。はい、マッスンです。今日は津島高校柔道部にお邪魔しています。お名前は。柔道部主将の大和です。大和、将来の夢は何ですか。僕の将来の夢は消防士になることです。次につなぎます。チア部にいるマッスン。はいはい、マッスンです。お名前を教えてください。チアリーダー部キャプテンゆめみです。チア活動のモットーを教えてください。チアを見てくださる方に元気、勇気、笑顔を届けることです。ありがとうございます。続いて相撲部担当、コウタ。はい、コウタです。相撲部にお邪魔しています。お名前は。相撲部キャプテンのコウキです。相撲ファンに一言お願いします。僕たちと一緒に日本の相撲を支えていきましょう。関西のお母さんに一言お願いします。お父さん、お母さん、今年が最後の大会で精一杯頑張るので応援よろしくお願いします。以上です。スタジオにお返しいたします。どすこい。皆さん、ありがとうございました。さあ、エンディングが近づいてまいりました。全校生徒による全国の皆さんへのメッセージをお届けして、今日のところは失礼いたします。津島高校は一人一人が輝ける機会があります。私たちと一緒に高校生活を充実させ、はい。